ね、食べるよりは本当の親父さん。あ、じゃあもう全部和洋中全部。全部。へえ。会ごとにプロが来て教える。うん、教える。へえ。プロと、だからプロとその、その先生になりたい。あ、なるほど。卵の人。卵の人。へえ。それを学ん、俺が学んだのね。うん、あ、これは実務教育。うんうんうん。実務教育の先生としては典型的でしょ。うんうん、そうですよね。うん、だから建築学科が非常勤に雇うのとよく言ってたじゃない。うんうん、確かに。で、その時に初めはね、その先生になりたい先生の話の方が分かりやすいわけよ、うん、何があって何カップでどの子のでしょ、うん、で、あ、初めは良かったんだけどね、すぐ飽きちゃって、うん、あ, あれがないんだよ。なるほど。奥がない、うん、それよりは知識だけ、あの中華料理の親父さんが、うん、ブツ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 文句言って授業するわけだって中華料理は、ね、火力でしょ、うん、電気の、あの商店あの電電所だから、火力が電気ボンのでやずらがこんなねダメなんだよねとか言うんだよ。ダメなんだって言いながらね、うん、素晴らしかったのはあのチャーハン。あーチャーハンね、これ作ってみせるでしょ、うん、その人がやるとスーッとね、うん、並べると米が一粒ずつ立って、あの一列に、ね、あの重ならないで鍋にビーッと貼り付けるわけ。へね、それでやそしたら火力が少なくても焼けるでしょ、うん、でファッとひっくり返すときれいにパタッと入る。なるほど。はあ、これはやっぱりあの プロの技だと。実務教育をするんだよ。なるほど。そういうのやってそっちの方が今度だんだん面白くなって、うん、何見てるかっていうとどうあの道具を置いておくかとかね、素材をどう触るかとかさ、うん、なるほど。でもそこでじゃあサバ寿司とか梅干しとかも、うん、いやそれでそこで学んだのは、うん、あ建築の先生もこれなんだと、あだと設計の先生も、うん、あのプロを雇うわけで、うん、プロを雇ったらどうも大学でずっと付き合ってると、うん、あのすぐね、うん、あの非常勤頼むと先生になっちゃうんで、うん、あそうするともうなんか現場から離れちゃう、自分の話じゃなくて、うん、建築の基礎を知らなきゃいけない、うん、思っちゃって、あの学生って言っては全然面白くなくて、うんうん、であとはそうなると学生もやんないと、うん、先生は 何言うかっていうと今の学生はダメだと、うん、建築なんかやる気あるのかとか、そういう話になっちゃうの今時の若者は、うん、大体それであの変な文句言われて、うん、あの建築嫌いになるって、うん、これがどうも建築の先生の典型なんじゃないかと、うん、あなるほど。そういうことをやるのはね、常勤がやればいいんで、うん、非常勤の人は自分の技をこう見せてもらえる、うんうんうん、確かに。それを学んだの。なるほど。それは料理教室で建築実務とはを学ぶみたいな。そうそう。それであの非常勤雇うと、前段の時からうまくいく。いや、1時間以上ね、うん、僕の部屋で話して、うん、実はこうなんで、ぜひね、うん、あなたの後ろ姿を見せてほしいと。うんうん